こんにちは。京都府南部城陽市はね、朝方までの雨も上がり、曇り空でございますけど、ね、風が爽やかではないな、ちょっと寒いね、そんな風が吹いております。はい、ここはね、木津川という堤防ですね。で、ここ今ね、ここ全体ちょっとこう行ってみましょうかね。はい、桜並木です、これ全部。はい、これもね、この目の前のも大きなも、はい、桜です。桜の木、これなんかふるさと創生さんのなんかで、こういうふうに植えたらしいですよ。はい、ではちょっとね、これ堤防、ここ今からねちょっと階段を置いていきます。これね、これなんかちょっと知り合いの人ね、自撮り棒みたいなのもらったんですよ。手ぶれをしないうね、機能のやつがついてる。ちょっと友人にはちょっとね使いこなせないので、今ちょっと練習がてらこうね今やってます。でね、なんかスマホのアプリを取ったらね、もういろんなことができるということなんですけどね、まあまだまだそこまでいかないので、まあとりあえずこうね常にこう撮ってみてね、練習して、そしてまあ、ある程度こう使えるようになったら、そういうアプリも撮ってこうね、やっていきたいと思います。はい、ここね、桜が咲く頃はね、ちょうど桜のトンネル、まあ通り抜け状態になってね、これはもう物の見事綺麗ですよ、ここは。あ、なんか、いいね、なんかやってあります。車中泊かな。うん、K のワンボックスでね、今流行りですわね、ああいうのは。ちょっとこう、あ、間違った。こうかな。こんな感じでね。で、ここから見えるかな。この方向ね、青いビニールの上、こう、トラックが走ってる、ちょっと小さいかな、もう少し大きくしてみましょうかね。こうね、トラックが走ってる、これがね、新名神高速のね、常陽ジャンクション、常陽インターですね。そしてね、これ、ちょっと木が、枝が邪魔してね、見にくいんですが、この正面の建物が日本郵政の、物流センターいうのかな、まあ、そんな感じですね。まあ、大阪の、どこ、大阪市内にあるのに続いて、関西では2番目に大きい、そんな感じです。まあ、ちょっとね説明不足で申し訳ないんですけど、はい、これ前方ね、ちょっと見にくいですけどね、バンガロー風バンガローかな、バンガローじゃないな、今流行りの建物かな。ちょっと待ってね、こうしたらいいんかな。はい、これトイレなんですよ、ここ。わあ、ドア開いてますわ。はい、はい、ちょっと民家とかにしとこうね。ほら、こっち向け。あ、間違った。まだね、操作がね、うまいことできへんから、ちょっと立ち止まろう。まあ、とりあえず橋まで行ってみましょう。さすが月曜日の昼前、誰もいてません、ここ。こんな感じでね。あれ、どこ向いてんね。はい、こんな感じですよ。ちょっとね、画面から消えちゃいましたよ。いた。はい、ちょっと腕が大事して持ち帰ろうかな。今どこ映ってんねん、これ。よう分かりませんね。まっすぐ前向け。
これまあ全長約200メーターぐらいあるんかな、ここ、うん、こんな感じで、もうそうやな、あと50メーターあるかな、実で、こう一番端まで行きますわ。あ、お昼前と文字にしたら、ご飯前のいい運動になるかな。こう、はい、腕を振って1、2、1、2で行きますわ。はい、もうすぐ、ゴールです、はい、あ、なんかいいこと書いてある、はい、これこっちから、これ逆光かな、こっちから見ろか、多分同じこと書いてある。あ、なんや、やらしいことしたんだ。あ、風がきつい。ゴリゴリの里にゴミはコリゴリ、はい、座布団1枚。あ、これね、ここ、木津川の河川が見えてますね。そしてこの方向、は、平方葛葉の方ですね。でこれね、こちらに見えるのが、これもね、これは第二京阪でございます。はい、ちょっと風がきついのはね、午後言うと思いますけど、これも今度あの北の方に向いてます。あ、ちょっと肌寒い今日ね。カーターシャツにね、それでちょっとトレーナー着たんですよ。そんなのちょっとね、肌寒いですわ。一番端まで行ってみましょうかね。こっち開けてみるかな。この下ちょっと黒っぽく見える、これね、全部茶畑です。この常用種はね、抹茶、天茶を栽培してます。天茶って何や言うたってもね、文字はね、よう説明しませんけどね、うん、こんな感じ。これね、はい、ここ全部これ桜並木ですよ。これ正面の木はこれ桜じゃないな。だって、桜だったらもうね、枯葉で、これ正面のこれ桜ですけどね、もう散ってるからね。お、青々とふさふさしてますわ。何の木か知らんけど、文字もこれぐらい髪の毛あったらね、言うことないんやけど。はあ、ね、あ、そうそう、さっきのトイレね、バンゴロじゃログハウスや。思い出した。年行くとね、すぐにパッとこうひらめかんのですわ。はい、これね、はい、ログハウス風のトイレでございます。はい、ほんと寒い。ちょっと寒いね。はい、お帽子です。これ、釣り具店の帽子ですね。あー、大きな水たまりがあります。はい、こちらを向きましょうね。こんな感じ。あ、軽のワンボックスが止まってます。車中泊をいいね、できるの今流行りだからね。ちょっとね、ちょっと上向けときますわね。結構あるな、そうやけどこれね、往復したら、あ、車中泊かな。車は
社長か。いいね、なんか食べてはりますね。あ、なんか正面にかっこいいスポーツカーがあります。かっこいい。これやばい。でもね、極力番号を押さないように。ちょっとこちら向けときますね。ちょっと見にくいですけどね。ちょっと京都市内の山々がね、遠くに見えてます。いや、ほんと寒い。わ、かっこいい車。ちょっと映していいかな、この車。やってみろか。番号映るなよ。あ、映らない。かっこいい車ですね。あ、これ実は友爺の車でした失礼しました。このままちょっと進んでいきたいと思います。はい、これね、ここもっと近くで、ね、茶畑、茶畑ですよ。でこれね、遠くの方、ほんとこれ、こっちの方、この遠くの方にね見えるのが、これは京都の市内の方ですね。で、高架がちょっと見えるかな、見にくいかな。ちょっと大きにしてみましょうかね。ぐーっとちょっと大きくなりすぎたかな。これね、見えるかどうか分かりませんけどね、刑事バイパス、刑事バイパス、そしてこっち行って、はい、この白い建物ね、これがね、岡本記念病院というね、まあ、大きな総合病院です。ちょっとこんな感じですね。ではちょっとこう小さくしていきましょうね。はい、まあこれぐらいで、はい。なんかこうね、ちょっとこの桜並木が切れ目のところでね、東側の方を映してみましょうか。はい、こちらは工業地帯ですね。工業なんです。はい、そして、はい、ここ、上信電機常用インター店で、ね、先ほど言ってたこの建物が日本郵政のね、24時間稼働してます。そしてね、このこちらの方向が宇治の市内です。でね、これ下もね、ここね、はい、お茶畑、これお茶畑ですよ。ではちょっと進んでいきます。今度はこのままね、ちょっとある程度画面を大きくした状態で、腕がだるい、腕が、あ、車映ってる、やばいやばい。こっち向けとくわね。思いっきり映っとんな。はい、ここからが入り口、まあ出口、これちょっと下っていきますけどね。こんな感じです。もう15分になるな。はい、では一応この辺で、まあちょっとこれもね、まあ練習がてらのね、映像なんですけど、はい、もしよければ、コメント、高評価なりいただいたら、まあ、ともじいはこれからのこういうね動画撮影するにあたって励みになりますので、どうか一つよろしくお願いいたします。では失礼します。